さあやってきましたボストンのキャンプ地。はい、はい、どうも。マイクル・ワーカー。コージー。Yeah, nice to meet you. Yeah. How old? 42. 42? Yeah. Yeah. Nice. Yeah, how old were you when you went your last year? 44. Yeah, 44? 44. Wow. Yes. Yeesh, that's awesome. Wow. Well, two more years. Yeah, I know, yeah. Well, good to see you. Good to see you, man. Yeah, all right. Good luck, man. Right. Yeah, this season. Yeah. では。ボストンのトレーナーの高橋正井君です。同級生です。今年のボストンはどうですか？今年のボストンは2013年もそうだったんですけど、うん、2013年もそんな強いとは言われてなかったのに、うん、なんかスプリングトレーニングの雰囲気がすごい良かった。良かった、うん、でなんかやっぱそういうのってあると思うから、選手だからコーチとかもっと感じると思うけど、いい雰囲気で今年もそういう感じで、こう雰囲気がすごい、みんなのなんかケミストリーじゃないけど、はい、つながりというか絆というのがすごい強く感じるんで、そういう雰囲気で今、そうですね、あ、じゃあ楽しみですね、今年のボストンは。そうですね、じゃあちょっと応援してください。応援しますんで。ありがとうございます。はい、ちょっと沢村君についてトレーナーの正井君に聞きました。はい、ありがとうございます。ペドロ・マルチネスに教えてもらうってすごいことだ。Yes.